4コーナーをカーブ、桜メドマンダーが打ち寄せて今4番手から3番手を伺います。直線に向かいました。ここの中央から大和メジャーです。大和メジャーが今並んできた。大和メジャーが先頭。充実期を迎えた中距離王、今回は秋の天皇賞2000メートルを2006年に勝ちました大和メジャーのレースをご覧いただきますが、秋の天皇賞と申しますと、毎日王冠をステップに、出走する馬が非常に多いわけなんですけれども、まあ、この10年でも考えてみますと5勝して9連敗を果たしております。毎日王冠の意味が非常に大きいということになりますが、ただ実績のある馬というのは毎日王冠が目標ではなくって、やはりそれを叩いて次のステップということですので、まあ、その辺の見方をですね、まあ、誤ってはいけないんですが、大和メジャーの場合には実は毎日王冠を勝つんですよね。でその後の予定が実はマイルチャンピオンシップということになっておりました。と言いますのは、大和メジャーは3歳児サツキ賞を勝っておりまして前途洋々だったんですけれども、その3歳の夏に喉鳴りがひどくなりまして、で、秋の天皇賞で大敗を喫するんですけれども、その後手術をしてしばらく休養期間があったんですね。で一時は引退して死亡馬入りということも考えられていたんですけれども、まあ、実はその手術が奇跡的に大成功いたしまして現役に復帰いたしました。そして前路中心にレースをしていたんですけれども、まあ、安田記念、マイルチャンピオンシップ、それから宝塚記念など出ておりましたけれども、まあ、どうしても勝ちきれなかったんですね。そして5歳の秋になってようやくこの毎日王冠から先のステップが見えてきたということになりました。毎日王冠は勝ったんでマイルチャンピオンシップをと思っていたところが、勝ち方があまりにも良かったんで天皇賞秋に臨んできたということでした。さてこの2006年の秋の天皇賞、一番人気は秋華賞宝塚記念エリザベス女王杯を勝って G1 3勝で、前走は京都大賞典を勝っている5歳牝馬のスイープ闘賞でした。これが一番人気だったんですね。それ2番人気が札幌記念でコバを相手に勝っている3歳馬アドマイアブーンです。そして3番人気が地方所属の馬で天皇賞に初めて出走したという前走オールカマー2着の北海道競馬のコスモバルクでした。そして4番人気が実はこの大和メジャーだったわけなんですね。で大和メジャーはこの天皇賞の時には皐月賞と全く同じの7枠14番という番号を引いておりました。さあそのレースをご覧いただきましょう。一番最後のローゼンクロイツゲートに向かっています。さて枠入り終わりました。あもう一頭です。外に回りましたカンパニーです。カンパニーが大外で入りました。スタートしました。さて先行争いですが、ローエングリーンがちょっと難しています。ローエングリーン、それをかわしましてインティライミー出ていきました。インティライミーが先頭で、外から大和メジャーが2番手に早くも上がりました。3番手には打ちをついてダンスインザムード、4番手にはローエングリーンと桜メガワンダー、その後下がりましてちょうど6番手ぐらい、8番のコスモバルクがここにおります。あと下がりまして浅草田園、そしてスイープ闘賞、その後ろですが10番のスイフトカレントがここにおりました。2馬身開きました中段にアドマイアムーンです。アドマイアムーン、その後下がりましてハットトリック、そしてグレイトジャーニー、その後ろです。2馬身開きましたカンパニー、そして11番のファスト立山、あと下がりましてはグレイトジャーニーです。その後ろには13番の大隅グラスマンと流れていきました。3コーナーの坂を迎えます。登って今下りに入りました。飛ばしますインティライミです。インティライミ6馬身7馬身のリードです。 1000m を今切りました。2番手大和メジャーです。今切りました。大和メジャーが2番手で前を追いかけます。その差は7馬身ぐらいです。その後ダンスインザムードが3番手、4番手ローエングリーン、そして5番手桜メガワンダーです。あと中段からやや後方集団になりますが、アドマイアムーンが前を伺っていますが、第4コーナーに向かいます。縦長になっています。
先頭はインティライミ、ダイワメジャー2番手、ダンスインザムードが3番手で第4コーナーをカーブ、桜メドワンダーが内をついて今、4番手から3番手を伺います、直線に向かいました、インティライミがいっぱいになりました、ここの中央からダイワメジャーです、ダイワメジャーが今並んできた、ダイワメジャーが並んできた、外を回りまして懸命にダンスインザムード、牝馬ダンスインザムードがダイワメジャーのすぐ後ろに来ました、ダイワメジャーが先頭、ダイワメジャーが先頭、そして2番手争いですが粘っているスイフトカレントが内から、スイフトカレントが内から、大外グループ、大外グループからアダイムブーイカが詰まってきた、ダイワメジャー先頭、ダイワメジャー先頭です、懸命に追いますスイフトカレント、ダイワメジャー五輪、ダイワメジャー、スイフトカレント、アドマイヤブーンの順でした。ダイワメジャーが勝ちました。懸命に追いましたスイフトカレント、ピタッと一馬身まで詰め寄っていましたが最後まで振り切りました、ダイワメジャー。ご覧のように直線坂下で安藤克美騎手のゴーサインに応えたダイワメジャーですけれども、まあ持久戦、持久力っていうのがこの馬の特徴でしたですね。しぶとく粘り通して実に皐月賞以来2年6ヶ月ぶりに2つ目の G1 を制覇いたしました。まあ天皇賞秋を勝ったことで充実期に入ったこのダイワメジャー、この後は予定通りマイルチャンピオンシップ、そして安田記念と勝ち進んでいきました。まあ、5歳の秋に充実期を迎えたこのダイワメジャー、その天皇賞をご覧いただきました。ダイワメジャー先頭、ダイワメジャー先頭です、懸命に追いますスイフトカレント、ダイワメジャー五輪、ダイワメジャーが勝ちました。